はい、どうも皆さん、こんばんにちは。たかぽんです。やってきましたね。サイコブレイク。今日発売しました。もう今、撮ってんの10時ちょいぐらいの発売。まあ、ゲオで買ったんですけどね。まあ、すぐね。はい。まあ、やっていきましょうが、サイコブレイク。いやー、待ってました。ホラーゲーム。で、ちなみにですね、ゴアモードという DLC のダウンロードコンテンツの、グロさが増すやつですね。グロい表現が、まあ、出ると。で、D なんですけど、区分が、まあ、Z に上がるという感じの DLC ですね。で、ゴアモード入れてますので、はい。てか、入れました。予約特典ですね。はい。やっていきましょう。まさかのインストールですか。マジか。マジっすか。マジっすか。ここでインストールになるんですね。ちょっと長くなりそうなんでね。カットしましょうか。ここは。はい。はい、終わりました。終わった瞬間、すごく、いたね。アテンション。グロテスク表現のオンオフができるようになりました。タイトルメニューのオプション設定から変更可能となります。これね、書いてありました。説明書じゃないですよ、これ。ちなみにですね、パッケージの方、説明書ないんですよ。残念ながら。いや、残念ながらってか、初めてでしたね。パッケージに説明書がないゲームは。説明書入ってないってすごいな。じゃあオプション行ってと。言語日本語、表現、無用コード、字幕表示、チュートリアル表示かな。カジュアルサバイバル。はあ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 。これ標準以外何が、表示ね。コントロールタイプ。ボタン割り当て。これさ、違う違う。そう、これがいいんだよ。タイプ B がいいです、俺。まあ、感度は、まあ、やって変えますか。明るさは、まあ、このままと。スクリーンノイズ調整。オーディオ。まあ、いいんじゃないですか。よし。やっていきましょう。ニューゲーム。3つの、3つ並んでんの。かすかに見える程度ね。これぐらいかな。はい。サバイバルがカジュアル。サバイバル、カジュアル、サバイバル、カジュアル、サバ、どっちやりましょうか。サバイバルやろうかな。よし、サバイバルでいきましょう。よし、いいんじゃないか。さあ、楽しみだわ。まあ、結構ね、レビューというか、海外の方ではもう8月ぐらいか、8月中旬ぐらいに発売してるので、まあ、海外の人からしたら不人気だったようなんですけど、やっぱりね、でも自分でやって確かめてみないとね、どんなもんなのかと。やっぱ自分でやるのがいいぞ。他人の評価は当てにならないです、ほとんど。こちら184、高度3、3分で行く。すみませんね、お疲れでしょうが、署に戻る前に寄り道です。緊迫してますね。暴動ですか？刑事さんたちを拾う前に聞きましたが、大量殺人のようで、もう何台も現場に向かってます。きっと患者を切り刻んだとかいうイカれた医者の亡霊ですよ。ただの噂です。患者が失踪した事件は何件かあったようですが。何にしろ気味悪いですね。ジョセフ、今回の件と関わりは？どうでしょうね。当時の記録は隠されてますから。病院にいる各社、応答を。こちら184、カステヤノス刑事だ。現場の状況はどうだ？184、先に現場に到着している。
聞こえない。なんだ。おい、キッド。何かわかるか。まだ何も。でも現場に入ればすべてわかるわ。どう思います？コネリー、本部に状況を報告しろ。ジョセフ、キッド、行くぞ。中を調べる。了解。さあ、操作できますね。画面揺れるんですね、これ。歩いてるとき。揺れる系のやつらだ。これ人によってはもしかしたら酔っちゃうかもしんないですね、これは。酔う人いると思います、これ。こういう系は。あとね、グラフィックはものすごくいいというわけではない。逆に、こういう風な感じにしてるのかもしれないですけどね。一発で入れるの？あ、入れるの。血の匂いです。分かってる。気をつける。中を調べる。誰が来てもここを通すの。私も役に立つはずよ。まだ状況がわからない。バックアップを頼む。ちょっとばかしこのゲーム音量小さいですね。音量上げよう。おう。あ？聞こえましたか？なんかこんな死んでるの。すげえな。おお。お？ああ、そっちか。大丈夫か？何があった？そんなはずは。まさかルビックは。任せて。監視カメラで何かわかるかもしれません。すげえな。お？マジ？何なんだ？すげえ。おっと？おっとおっと？あれは夢じゃないと。マジなやつなんですね。すっげえ血垂れてるよ。あ？こいつか。何？え？何してる？
すっげえ嫌な音するな、おい。何で？お、お、だ、え？よし、いいぜ。ナイス。おお。銃はないのか。おお、目の前にいいんじゃん。うわ。マジか。嘘だろ、おい。マジか。ユニーク。あ、長押しね。ああ。ああ、そういうことか。バレないようにか。お。おお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 おやっべ。ああ、開幕早々やられてもうたな。はあ、こりゃ先が思いやられるって感じかな。うん、うん。鍵はどこにあるのかな。ここ多分あれだよね、ガチャってやんないといけないのかな。鍵か、クソ。すげえよな、ここどうなってんだ。どこに鍵があるんだ。絶対あっち行ったらやられちゃうから。あ、あれか、あれか、光ってるやつ。なんでさっき気づかなかったんだろう。精神病院、地下にあった。ああ、精神病院なのか。さあ、行きましょう。こんな場所、帰りましょうよ。なんていうかね、マップもないでしょ。なんだ。おお、もっと静かにしても、これが静かにやってるの方なのか。これどうやって、ま、違う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 、マップをどうやって見るのかな。チュートリアル、こうやって見るの。気配アイコン発見、接近、はいはいはい、隠れる、 R1 ね、 L2 なんかを尻狙って、 R2 で投げる、敵の頭部にぶつければ敵がよろめき、スニークキルが有効になる。おお、重列または三角で近接攻撃、アクション丸か、 OK。おーおーおー、あいつはどこ。あ、ん、あいつどこ。おっ、嘘だろ、おい。
いきなりですか。おお。おお。うーわ。嘘だろ。おおおおおおおやべやべ、すげえすげえ、うわマジかよ。おおおお、すげえすげえすげえ、うーわここ、うーわ地下、これ全部すげえな、すげえよマジで。マジかよおい、どんだけ殺したらあんな血の海海海みたいになってんね。足やられたのか、腰なんか背中やられたように見えたんだが、うわー痛そうやな、すげえな。なんだなんだ、あチェックポイント、いねえよな。ちょっとこっち行って何かないの、なんかアイテムあればいいんだけども、ないね、なんも。お、おっと、おっと、おーい、よしよし、痛いだろうけど頑張って。なんか、あ人か、あれ死んでるの。生きてないよな、生きてないよな、生きてないよな。あれなんか拾うと、地下水路の古い手配、手紙読めないっすな、手紙じゃないな、なんだっけ、手印読めないそのまま読んじゃってる。地下水路の先にある閉じられたゲート脇の様子、違うな。えこれ R って誰、ごめんなさいね、ちょっと字が読めないです、てか漢字が読めないですね、バカすぎて。うん、こっちか、ここで、あこれか、ここだな。ああ自分で登るの、うわしんどそう、長くないっていうか、はしごてかさっきのはしごやな、感じがもう思い出せなかったよね。お、いないよな、いないよな、オッケーオッケー、いないよね、いないいないいない、おう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 、なんだボイラー室、1300し、え何、エステム稼働実験開始、1315131号、実験は成功、脳波の同調を確認、被験者の損失も最小限、実験継続、エージェントが取得データを回収、1330、異変発生、被験者側ではなく記録役スタッフが体調不良を訴え、直後原因不明の昏睡状態に陥る、医師の判断で STEM システムを遮断、1345、スタッフが徐々に体調不良を訴え、次々に体調不良を訴え、ああはあはあ、動けるものは
院外への脱出を図るが、なぜか外には出られず、STEM システムは稼働停止させたはずだが、被験者のノアはホストとの同調を続けている。1400、彼があの男が現れた。どういう意味だ。普通にこっちでいいのか。ちょっと、おい、チェックポイントが、やめ。で、なんすかこの長通路。長くはないけど、こういうなんか閉じられた通路は好きじゃないっすよ。ここは？これは？これどうすんだ。なんかないのか。誰もいねえよな。すっごいな、ほとんどこの主人公の歩く音しか聞こえないよ。BGM がないってのもね。おお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 。おお。おおマイ。おお、来る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 ぞ来る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 ぞ。うい。すげえな、おい。おおおおおお。荒ぶるな、荒ぶるな。こいつ頭いっちゃってるっしょ。うわ、チェーンソーの音怖いな。もしかして隣の切ってるとか、そんなバカなことをしてないよな。おおっ、おいおいおい、いなくなった。いなくなったよな。出るぞ。こっち行ってるか。あー、びっくりした。おい、怒るな。おい、こっち来るなよ。ごめんなさい、ちょっとまた俺はここに隠れるよ。あいつ帰るんだろ、左の方に多分。どうだ、こっち近づいてるか。なんか多分すぐそこにいるんだよ。お、離れ、いや、近くにいるか。動いてんの。これでも出た瞬間こっち向かってる感じだったらやばいよね。で、出るか、一か八かで。一か八かで行きますか。おいおい、やつ見つかったら。本当にだよ。おお、よしよし、そんな視界は広くないよなお前。
ったりしてる。これはあそこでも行けねえんだもんな。何か拾って注意を。おおおお、来てる。おお。マジやめえ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 、うわやべえ、あんなやつ絶対見つかりたくないわ。おお、めっちゃ怖い。チェーンソーの音は怖いわマジで。よしよし、よし、こんな場所から遠ざかろ遠ざかろ遠ざかろ。うん、あー怖い、あいつマジで、あいつは本当にやばいと思うわ。あいつ以外やばいやついるのか。でもなんだ、チェックポイントか。よしよし。おいおい、こういう通路も好きじゃないよ俺。絶対来るって。あ、もうほら来たよ。バッカ。お、ナイスタイミング。うわー怖え、超ギリ。なんなのあいつ。てかチェーンソーでも切れないもんなの。Twisting me around, there is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself.プロローグみたいなね。強烈だね、プロローグ。さあ、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、まあプロローグはまあまあだよ。まあまあで言ってきなら結構まあまあまあですよ。うん。ではね、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。